初めて差が来ましたんで、記憶に残る騎乗をしたいなと思います。今年そうですね、切符あるんで優勝狙ってます。頑張ります。まずはポイント、まずここはポイントやな、うん、2戦目がやっぱりここでね、5位までに入っとかないとね、やっぱきついんでね、うん、まあしかも1投目がね、1投目でポイントをなんとか1ポイント稼いとかないとスムーズな競馬したいと思います。ありがとうございます。まあ順2話ですね、はい、頑張ります。応援よろしくお願いします。今日のために一昨年ですか、うん、勉強してきたんで今日その成果を出す時です。まあ見ててください。スタートを切りました。まずまず揃った飛び出しです。先行争いから思い切って9番オラクトゥール、そして8番ブラックテーラー、うち3番アルファライン、直後に6番モンテサーナがいて、先んじるのは我慢できないように10番名称道断、一緒に出てきた12番フレンドリースカイ。後方集団から5番ノンシーズ、左右内1番クリスタルボール、外目に6枠7番コスモアピール、大外11番オプティマス、あとは2番ラストシーン、そして4番アイドンノーです。スタンド前の中ほど逃げているのは3番村上忍、ついてきたのが9番吉村智弘、後ろ8番矢野孝之がいて、10番の赤岡修司が4番手、短期5番手12番岡部誠です。1コーナーから2コーナーへ後方集団が少し離れましたが、後方集団の前の方には7番コスモアピールで1コーナーから2コーナーへ、そのうちが1番山口勲です。さあ動いて赤岡修司、レースの流れを変える、レースの流れを変える、赤岡修司10番、そして3番アルファラインの村上忍、ついていく9番オラクトゥール吉村智弘、先団現在3頭だけ、離れて8番のブラックテーラー矢野孝之、遅れて7番コスモアピールや1番クリスタルボール、このグループが現在は中団ですが、中団の集団たちは先行集団からもう7、8馬身差離されました。3コーナーから4コーナーへ、さあ第4コーナーカーブ、3番アルファラインはまだ先頭だ、アルファラインはまだ先頭だ、そして9番オラクトゥール、その差が全くなくなった。10番名称道断3番手直線に向く、あと 200m、 9番オラクトゥール吉村智弘、3番アルファライン村上忍、勝つのはどっちだ、勝つのはどっちだ、10番名称道断赤岡修司は3番手、残り 60m、 またリードを取った村上忍、アルファライン1着、そして9番オラクトゥール、あとは10番の名称道断で3着、村上忍、吉村智弘、そして赤岡修司。引っかかる馬だって聞いてたんで、ちょっとやっぱ最初行きたかったんで、もうあのアデージョ引っ張ってもなと思ったんで、
途中から行きました。そうですね、なんかここで1300とか使ってたみたいなので距離どうなのかなと思ったんですけど、なんとか持ってくれましたね。やっぱりうちから来られた分ちょっとね、歯に噛んじゃって引っかかっちゃってますよね、はあ、前走前々走とやっぱりちょっと1003戦呼んでもかかり気味で行ってたので、1750ですか、はあ、ちょっとかかるんじゃないかなと思って距離も持つかなと思ってましたけど、ちょっと引っかかっちゃいましたから、はあ、まあ一着じゃないとダメだったんですけどね、ここは、はあ、誤算ですね、はい、いやもう無理です、引っかかって抑えられません。いやもう、まあもうレース見てても1004でも結構引っかかってる馬だったんで、やっぱりジョッキーに聞くと口向きが悪くて結構引っかかるって言ってたんで、まあ1750はこれちょっとやばいなと思ったんですけど、やばかったですね、あ距離が長かったかな。なるべく最初から出していかずに折り合い1000年でって行こうと思うけど、やっぱり1750なんでみんな行かないんですよね。だからもう余計はみ噛んじゃって、もう、いやもう我慢しようと思ったけど、もうこれ以上我慢させると逆にもう馬がもう頭上がって多分もうちょっと制御不能になっちゃうと思ったんで、まあちょっとどっかで適度に離してあげようと思って、まあでもそれでも3着だったんでね、まあ距離さえあとはまあペースが速ければやれるとは思うんですけど、うん、ちょっと今日はこの馬向きのペースまで距離もちょっと長かったのかなって気はしますね、はい、点数を稼げれました、まあ、次につながるレースができたんで、次も頑張りたいと思います。なんとかそうですね、ゲットできたのは良かったですね、まあ、そのキムイさんと話しててちょっと 中段くらいからゆっくり構えて乗ったらとおっしゃってたんでね、まあ指示通り地取りもそんな感じになったんで、はい、まあそのそうですね、しぶとくポイントゲットでとても良かったと思います。でわりかし結構こういうポイントレースに縁がなかったんでね、やっぱコツコツポイントをゲット1戦目からゲットできたのは僕の中で大きいですね、はい、第7競争係が離れてスタートを切りました。そんなに大きな遅れはなかったようです。まず先行争い、内目の2番椿姫、そして4番ピヨピヨピピピ、8番コキュートス、すぐ後ろ11番プロデューサーと12番のアロマティカス、5投目6投目9番のエオウィン、エオウィンのうちに2番椿姫です。離れて3番鬼殺隊、その後は7番シゲル本部長、1番カシノチーマ、中を通ってくるのが5番東方ボニータ、後ろ2頭は6番クレイジースピード、最後方に10番ミューキーパーフェクト、前から後ろまでは長い隊列、逃げる4番山口勲、ついてくる12番秋元康生と中には8番赤岡修二、先団の後ろ短期4頭目、短期4番目11番岡部誠、先団にじわっと近づきます。9番吉村智弘、2番青柳正史、その後に3番森大斗がいます。後方集団の前が1番の村上忍ですが、先頭からかなり差ができました。7、8馬身の差ができました。4コーナーのカーブ、先団の塊から11番プロデューサーが抜け出した。プロデューサーと12番のアロマティカス、8枠2とアンジェは岡部誠と秋元康生、4コーナーのカーブ岡部誠が抜け出した。直線に向く、あと200メートル広がった3番手集団の大外には5番の5枠の6番のクレイジースピード、クレイジースピードは外からぐんぐん伸びる、クレイジースピード石川大和がぐんぐん伸びるが、11番プロデューサー1着岡部誠、6番クレイジースピード石川大和、そして12番アロマティカス秋元康生です。
いいやろ。ちょっと、もう、もう、もう、よかったよ、でも。はい、よかった。ありがとうございます。まあ、よりよかったです。一応乗ったことある馬だったのでね、癖も知ってたし、頭の中入ってたんで、まあ、それがいい方向に作用したからと思います。まあ、なんとか次も頑張ります。30分、あ、そうなんですか。まあ、なんとか、まあ、あんまり持ってない男なんで、どうかなと思いますけど、次も行けばできればなと思います。はい。展開もハマりましたし、ほぼ、売りっぱなしだったんですけど、馬が最後まで頑張りました。はい。次も優勝できるチャンスはありますし、次につながったので、まあ、まずはホッとしてますね。やっぱスタートで少し引っかかっちゃったのが敗因だったかなって感じなんですけど、あんな引っかかると思わなかったんで、もう少しそっと出してあげた方が良かったかなっていう感じです。初めての経験で進んで、まあ、いい勉強になりました。そうですね、まあ、少しでも上に行けるように頑張りたいと思います。最初のペースがきつかったんで、ちょっともう少し頑張ってくれると思ったんですけど、はい、まあ、一応ポイント稼げたんで、まあ、次につながるレースはできたんじゃないかなとは思います。まあ、浦和では一つでも勝って優勝に近づきたいと思います。ちょっとこうふわっとするとかって難しい馬でしたね。まあ、浦和ラウンドで夢をかけます。はい、次頑張ります。また。